モータージャーナリストのケニー佐川です。ゼクーの電動バイクに乗ってみました。こちらは日本初のフルサイズスポーツタイプの電動バイクということでですね、なかなか珍しいモデルですね。レシプロエンジンと違ってですね、スロットルをひねればいきなりですねフルパワーフルトルクが出るわけですね。で、最大出力でいうと50キロワットということで、馬力換算でだいたいそうですね76馬力ぐらい、なんですが、トルクがすごいんですね。144ニュートンということで、これはそうですねキログラムに言うとだいたい15キログラム、レシプロエンジンガソリン車のに換算するとですねだいたい国産でいうと、メガスポーツですね、1300cc、1400cc クラスのメガスポーツに匹敵するぐらいの最大トルクです。それが、これいきなりスロット一つで、出るわけですから、その加速たるや、今まで未体験のゾーンに突入するという表現になっても過言ではないぐらい、素晴らしいこのトルクの、加速性能ですね。そしてもう一つ特徴はこれ、見てお分かりのようにですねフロントの機構ですね。普通はテレスコピックというこうで、上下にストロークするサスペンションなんですけど、こちらはセンターハブステアリングといって、フロントにもこのリアと同じようなスイングアームがついたような、ダブルスイングアームの構造をとってまして、で、ハンドルがですね普通のハンドルと違ってですねこういうレバータイプなんですね。こう左右を交互にこう引いたり押したりするようなタイプです。それがリンクを介してこのセンターハブステアリングを、操舵と、あとはその、中にこうシングルショック入ってますから荷重を受け止めるという、2つのこう役割をしているんですけど、これのメリットというのは普通のテレスコピックが、急なブレーキをかけた時にかなりノーズダイブといってフロントが入ってですね安定性を欠く場合があるんですが、この場合はディアと同じようなスイングアームの構造になってますからフルブレーキングしてもほとんどノーズダイブしないんですね。ですからブレーキング中の姿勢が非常に安定しているということがあります。あとコーナリング中に、やっぱりこの見ての通りですね非常に剛性が高いスイングアームがついてますので、コーナリング中のこう横の応力とかにあまり影響されない、ハンドリングが、常に安定しているという、そういう効果がありますね。それに加えてモーターの位置がかなり低いですから、安定性、直進安定性、あとはコーナリング中の低重心による安定性というのは非常に高いという感じがしましたね。もう一つの特徴がパワーモードを搭載しているんですね。3つあります。エコモード、そしてスポーツモードで、カスタムと3つのモードなんですけど、エコモードが、燃費走行ができて出力特性も非常に穏やかになる、スロットルを開けやすい特性ですね。もう一つスポーツはもうこれはもうフルパワーですね。最高出力が出るそういった設定ですし、あとはそのスロットルレスポンスも俊敏になります。で、3つ目のカスタムのモードに関してはこれはライダーの、乗り手の方が自分の好みに、自由にそのセッティングを変えられるという、そういったプログラムが搭載されているということですね。